どうも、あいちです。今回はこちらの相談に答えていきます。これはですね、6年生の、お子さんを持つお父様からメールでね、いただいたものなんですが、一番上の子があと1ヶ月半ぐらいですかね、で、まあ、小学校から中学校に入学すると。で、まあ、一番初めての子なので、それまでになんかね、やらせた方がいいことが、そういうのってありますかねみたいな、ちょっと勝手がわからないんで、みたいな相談をいただきましたんで、まあ、同じ状況だったりとか、ちょっとね、聞いてみようかなと思う方なんかは、ぜひね、最後までご視聴いただければと思います。では、早速ね、話していきます。で、今回いただいたメールもそうですし、あと他の保護者の方からもね、同じようなこう、メールとか、メールでまあ相談とかね、質問いただくんですけど、まあ、その中でやっぱ多いのは、中学校の、まあ、内容の先取りで予習をした方がいいですかっていうのはよく聞かれます。で、これに関しては自分はそんなにガツガツやらなくてもいいんじゃないですかと思ってるタイプです。ですが、2点、まあ、2単元2つですね、先にやっておくといいなと思ってることがあって、1個が英単語です。英単語で、これは、実際にお子さんが通われる中学校で、まあ、どのかね、会社の教科書を使うかちょっとわからないんですけど、それをぜひちょっと近所の方とかに聞いて調べていただいて、で、教科書を実際手に入れるのは、まだ難しいと思うんですけど、ただ、ちょっと先輩が使ってる近所のね、お姉ちゃんお兄ちゃんが使ってるものを見させてもらったりとか、そのコピーをいただいて、最初の方で習う英単語を一緒に中学入る前に覚えておくと、これは結構プラスになると思ってます。で、その時大事なことがあって、ちゃんときっちり覚えなさいよって、覚えなきゃいけないんだよっていう風にあんまりガミガミすると、スタートから英語が嫌いになります。小学校に今英語の授業を導入されてますけど、やっぱりそれでも授業ってよりも楽しんで英語と触れ合っていこうね、みたいなスタンスがやっぱりまだ強いんですよね。で、それが急に英語の勉強、I am, you are, are you とかって始まっていくわけですよ。what が入って、三単元の s が入ってって。で、どん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 英語が勉強化していくんですよね。遊びに近かったものが。で、それを緩やかにこうやって変えていって、で、すんなり入っていければいいんですけど、そこのギャップを最初から、ほら、しっかり覚えなさい、苦労するわよ、みたいな感じで言ってしまうと、もう英語つまんないってなっちゃうんですよね。で、これが一番防ぎたいとこにもなります。ただ、その結局学校の授業が始まった時に、単語を覚えなきゃいけないと。で、覚えなきゃわけわからなくなるみたいな。逆にやらなきゃいけないことが増えてしまって、つまずくってことで、結局同じようにモチベーションが下がってしまうんですよ。だから、そこを防ぐためにも、ぜひ、保護者の方と一緒になんかゲーム感覚で覚えてもらえると、個人的にはすごくいいかなと思います。まあ、中学生がね、どんどん学年が上がっていけばそうはいかなくなるんですけど、やっぱり保護者の方と一緒に何かを頑張るっていうのは、子供にとってはすごく、なんだろうな、楽しいことというか、プラスに捉えることなんですよ。やっぱり今までいろんな生徒を見てきて、そういうすごく感じるんですね。だから、はい、覚えなさいみたいな。っていうよりも、ちょっと一緒にゲームかけて今日2個覚えようよって。ね、お母さんもお父さんも覚えるからさ、みたいな。で、ちょっとお互いに覚えてるか、問題出し合って勝負するみたいな。ほんとゲーム感覚で構わないので、そこはやっておくといいかなと。本屋さんで売ってる、単語帳とか覚えてもいいんですけど、結局は、その単語帳で覚えたことが、最初に教科書で出てくるとは限らないんですよね。子供たちにとっては、せっかく覚えたことを、授業で活かせた方が絶対プラスなんですよ。覚えてよかったとなるので。なので、できれば、その使う教科書に出てくる単語の順番で覚えていってもらえて、で、覚えてよかったって、あ、これお父さんとやったやつじゃん、みたいな風になると、いいと思いますので、ぜひ英単語の方を、ほんとね、ガツガツはやらなくていいので、ちょっとずつ始めてもらえるといいと思います。で、数学に関しても同様です。最初はですね、自然数とか、整数とか、その数の概念の部分が始まります。で、マイナスってものがね、負の数っていうのが始まるんですけど、そこはまだいいんですよ。結局、このマイナスっていうのがついてれば、負なんでしょうみたいな。実際に生活してても、マイナス7度とか、そのマイナスっていう言葉にはどっかで触れ合ってるので、そんなにつまずきはしないんですが、やっぱり足し算引き算ですよね。四則計算が入ってきた時に、うんってなってしまう。で、結局、例えば、今まで5たす3とかって計算してたものが、マイナス5たす3とかに変わるわけですよ。もちろん、カッコがあったり、カッコがなかったりとか。で、掛け算と足し算でルールが変わったりとかしてきます。で、
ここまでだったらもちろん勉強からちょっと離れてね、ルールなんだっけと思う保護者の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、例えば自分の動画見ていただいてルールを確認してもらって教えることはできます。絶対ここだったら。なので、さっきの英単語と同じように、もうゲーム感覚で構わないんです。そう。ただ、その四則計算の部分、簡単な計算で全然構わないので、マイナス5かけるマイナス2はみたいな、カッコをつけてやってもらったりとか、そういうのをちょっと遊び感覚で1日2、3問みたいな風にやっておくと、この四則計算のところでつまずいちゃうとですね、本当にすぐガタガタっていってしまうので、それを防ぐためにも、英単語、そしてマイナスの計算の部分ですね、マイナス概念もそうですけど、その部分をぜひ予習というか、まあちょっとね、遊び感覚で先取りしてもらえたらいいのかなと思っております。そして最後になりますが、まあこれは6年生だからとかいう話ではないんですけど、子供たちがまあ勉強っていう、そのね、教育っていうところに触れる上で大事なことは、知識欲を刺激されるかどうかだと個人的には思ってます。小学校の時もね、宿題はやらなきゃいけないっていう、ね、やらされてる感がすごく出てくるものにはなるんですけど、中学校に入るとそれが、まあ、色濃くなります、やっぱり。で、やらされてる感が強い上に、しかも、勉強難しくなるんで、どんどんやる気がなくなって、ついていけなくて、ドロップアウトみたいな感じの子がやっぱ出てきてしまうんですよね。で、まあ、普段6年間ずっと、もう、しょうがねえから勉強やってるっていう感じにはなっちゃってる方もね、多いとは思うんですが、こう、頑張って何か新しいことを覚えたら、楽しいことがあるんだ、いいことがあるんだっていうのは、そういうのを積み重ねていくことがやっぱり知識欲を育てると思うんですよね。何か新しいことを覚えたいっていう欲求につながっていく。で、そのためにも、さっき言ったように、こう、ガツガツ覚えなさいよ、ではなくって、ちょっとゲーム感覚でやる。楽しい状況、勉強っていうのを楽しい状況に置いてあげるっていうのはやっぱり大事かなと。もちろん、それだけでずっといけるわけではないんですけど、そういった面もやっぱり見せてあげるのは、一番できるのは親御さんなんですよね。一番身近なので。塾の先生とかもね、もちろんしてあげれるんですが、週1回、週2回の接点だけでは、やっぱり、そこまで、こう、がっつりはいけないところはあるので、親御さん、保護者の方が、もちろん難しくなっていけば、フォローができなくなっていくのはしょうがないことではあるんですけど、この中学1年生の導入の場所ぐらいは、ちょっと一緒に頑張っていただければ、嬉しく思っております。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。